今朝のこの時間は鎌倉女子大学教授医師の木下博勝さんにお話を聞きます木下先生おはようございますどうもおはようございますよろしくお願いいたしますいよいよ明日アザブ十番ジャガークリニック内覧会の日ですねいやそうなんですよね<え>もうだんだん近づいてまいりまして<え>今の youtube の方でも、はい、広告を流しておますそうですか、はい、港区にお住まいの方はご覧いただけるような広告になっておりますそういう今流し方ができるんですねそうなんですよ あ、そうなんですね。僕は見れないんですけど、<laughs> 住んでませんので。えー、<laughs> いよいよ明日内覧会みたいな感じなんですか。まあそうですね。あのー、オープンしますみたいな一分間の動画ですね<え>。ジャガー横田ですって <laughs> 出てくるんですか。<laughs> いやいやいや、<え>まあ患者役でちょっとジャガーさんにも出演していただいております。 ぜひともそちらも拝見させていただきます,、はい、ますでもねあの三百六十五日、はい、ジャガークリニックは開いてますからそうですね、えー、お正月もゴールデンウィークもお盆も 休まずやっておりますので。そういう意味では安心ですよね。いやいやでも本当にあの満身そいで頑張っております。満身そいですか。それはそうですよね。こちらとしてはありがたいけど、はいはい。まあお疲れになってるわけですものね。いやいやまあ僕ていうよりはスタッフがねもうよく頑張ってくれるなと思いまして。そうですか。ご家庭もあるのにね、お正月もやってくれるわけですよ。ええ。まあスタッフ本当にありがたいなと思っております。はい。ということはあの内覧会に明日行こうかなという方はアザブ十番ジャガークリニックで検索すると。はい。 出てきますかそうですね、えー、ぜひあの10時から14時までですのでジャガイオコさんもいりますので、はい、そうですかよろしくお願いしますはい。さあ、えー、今朝はですねまずは新型コロナウイルスの感染状況こちらご紹介します厚労省が先週金曜日全国におよそ5000ある定点医療機関に今月5日から11日に報告された、えー、新型コロナウイルスの新規感染者数合わせて2万0 0 1,163人、うん、と出ましたえ前の週のおよそ1.12倍です36の都府県で前の週より増えています4月上旬から緩やかな増加傾向が続いていますが現在のこの2万5,163人という感染状況木下先生はこれどうご覧になりますか、えー、埼玉新都心ジャガークリニックでは まあ今も毎日発熱外来を実施しておりましてまあ現場の体感としてはまあピークが近いか過ぎたんじゃないかなって感じているんですね。そうですかというのは毎日、ここ1ヶ月ぐらい30から40%の間の陽性率これが増減なしで続いていますのでまあこれピークなんじゃないかなと思うんですけどまあ今後さらに増えること。 まあこれはねちょっと現場としては厳しいですねああそうですかで先週金曜にはですね新型コロナウイルス対策についてえ厚労省に助言する専門家組織の会合が新型コロナウイルスが5類に移行して初めて開かれました4月から続く新規感染者数の増加傾向については今後も継続するとした上で夏の間に一定の感染拡大が生じる可能性があるまあ、こういう見通しを示し ています。この見通しはいかがですかね？そうですね。まあ、コロナだけ流行ってるって訳でもないんですよね。はあはあ、もういろんな感染症大流行りになるんで、ええ、まあ正直ね。十分にあり得ると思いますね。まあ、現場としてはこの見通しが外れてほしいんですけどまあ、残念ながら増えるかもしれないですね。さあ。あそれでは今朝のテーマいきましょう。こちら 5類に移行後、ヘルパンギーナ =RS ウイルスに感染する子どもが急増。 新型コロナウイルスが五類に移行した後子どもの風邪が急増しています国立感染症研究所によりますと夏風邪のヘルパンギーナこの患者数は移行前の6.7倍に上っていますまた夏から秋に流行する RS ウイルスも2.1倍と増加しました木下先生今なぜ子どもの風邪が増えてるんでしょうえまあコロナ禍で日本中が感染対策を頑張ってきましたので まあ例年、流行する感染症が流行しないで、まあ、数年が過ぎたんですね。ね、ええ、ですから本来獲得している免疫これを持たない子どもが増えている、こう考えることが一番の理由だと思いますね、はい、埼玉新都心ジャガークリニックではヘルパンギーナとか RS ウイルス、この患者、増えているって印象ありますかまあ6月からですねヘルパンギーナは流行してますね。<ー>まあ毎日のように診断しております まあ、RS はです、ね、実はあの1歳未満と入院の方がこれ検査の保険適用なんですよですから1歳以上には、えー、当院は検査を行っていません、はい、まあ感染しても実は薬はないですし1歳以上の子が重症化する場合が少ないからなんですね、まあ、でもですねこの保育園や幼稚園によっては必ず病院で検査をしてもらってくださいとこう保護者に要求するところがあります。 ですからクリニックによってはこの検査費用、これはあのクリニックが負担しているというようなところもありますね、うちはやってませんけれどもこのヘルパンギーナと RS ウイルス、それぞれどういう感染症なんですか、はい、ヘルパンギーナは夏風邪の代表なので、まあ、夏に流行するんですね。発熱と咽頭痛 そして診断の決め手は喉にできる水泡なんです<ー>これを見て初めて診断に至るんですね、まあ、喉が痛いのでこ飲食を嫌がる子どももいますので味を薄味にしたり水分摂取を十分に行うことが大事ですね、はい、まあ RS ウイルスはですねあの発熱や鼻水、咳といった風邪の症状が出る<ー>なのでまあ風邪ですよねいわゆる、えー、ただですね乳幼児が初めて感染すると 重症化して肺炎になる場合もありますので注意が必要ですね、はい、このヘルパンギーナと rs ウィルスどういう感染経路なんですかこれどちらの病気も飛沫や接触で感染しますので、はい、幼稚園や保育所で広がりやすいんですねまあコロナ禍で子どもがマスクを着用したり手洗いを徹底した結果 まあ流行は今までここ数年ごく一部にとどまっていたんですねですからまあ免疫を獲得していない子どもが増えて感染が拡大しやすくなったと考えられますね改めてですが感染しないためにはどういう対策がよろしいですかねまあこれ本当同じなんですけど、まあ、こまめな換気と手指の消毒が重要ですね、はい、これエアコンをつけるときも換気は必要なので、えー、学校や保育園などで対策を怠りますと 一気に感染が広がる恐れがあります。あの手洗い同様にですね。お家に帰った後はお風呂に入って体を洗い、流すことも重要です。まあ、あとは食事や睡眠を十分にとって免疫力を上げてください。はい、今朝は鎌倉女子大学教授医師の木下博勝さんにお話を聞きました。木下先生、ありがとうございました。どうも失礼しました。